試合の結果をお知らせいたします。試合の結果をお知らせいたします。 B マット51キロ級の試合は青コーナー日本文理大学附属高等学校工藤龍斗選手の判定勝ちでした。試合の結果をお知らせいたします。 C マット
試合の結果をお知らせいたします。 B マット51キログラム級の試合は青コーナー鳥取中央育英高等学校渡辺優香選手のテクニカルボール勝ちでした。青コーナー、足利大学附属高等学校、市村海斗選手の試合を行います。